妖怪ウォッチバスターズ赤猫団白犬隊やっていきましょう。今回は黒鬼と戦おうかなって前回の動画で言ったんですけどギアマンドクロ普通にいたからこれやる、やっていこう。まだねラスボス倒せてないんですよ。ちょっとねレベルが足らなかったようなので、まあこういうサブミッション的なやつをねこなしてレベルをガンガン上げていきたいなと思う。さあミッションスタート。やれやれだわ。またガシャ玉がね転がってるんだね。ギアマンドクロ、さあ行ってこい。北の方から転がって、ああ確かに確かに転がってきてる。俺も一緒に走るぜ。あ、師匠だ、爆速コーチ。ちょっと待って、道を変えた方がいいな。こっちだ。なんだって？で爆速コーチが喋ってんのね、ちょっと聞いてなかったんだけど。うわー、こっち。うわー、どう行けばいいんだ、これは。あ、普通に来るな、こっちに。みんな食らってるし、普通に。さあ、とりあえずこっち来たぞ。木内山か。ちょっと待って、これ行き止まりだね。うわー、こっち行きたくねえけどさ、行くしかねえか。まあ食らってもそんなにダメージ量は大したことないから。あ、っていうか避けられるじゃん普通に。あ、食らっちゃうかやっぱり。いてえ。いや、もう突っ切ろう。いてててて。お、メラメライオンがいる。ちょっと、よし取ったぞ。やばいやばい、ちょっとやられちゃうやられちゃう。止まんねえ。危なかった。冬にゃんがあともう少しでねやられるとこだった。ちょっとヒットポイントをね回復してもらって。奥に妖怪がいるんだけどさ、もういけるか。必殺技。なんでこいつらここ守ってるんだ。奥に雲外峡があるね。あれをくぐっていけばギアマンどころがいる場所に行けるんだね、きっと。よし、パンチパンチパンチ。金閣、あともう少し。よし、やっつけた。ペロン、もしかしてバスターズの方々ですか。ウィスー、助けに来ましたよ。お待ちしておりました。なんだろう、ギアマンドクロの場所に。あ、そうだね、連れて行ってくれるんだね。じゃあ行こう。さあ行こう。ふすま、ご案内。基本的にはガシャドクロたちとね戦い方は全く一緒だと思うんですけどね。ギアモーン、最高。パンチパンチパンチ。よし、必殺使っていくか。もうこいつとのね戦いはもう結構慣れてるつもりなんだけど今食らいそうだったな。パンチパンチパンチ。次なんだ。よし、緑のカプセル、にゃっ、避ける。あ、これで回復できるっていうことね。今さら知ったよ知らなかったそれ。次はなんだ。緑玉、あっ、避ける。必殺技、これはねいけそうだね。パンチ。な、次はなんだ。爆弾、爆弾か。え、爆弾落ちてんの、よくわかん
よく分かんなかったぞ。やっと避ける、避ける、2連発できた。爆速は何やってんだ、一緒に戦ってくれてんのか。一応さあ、ようやく半分だ。さっきから緑玉出しまくりだろ、このギアマンドクロー。ありがたいけど回復、パンチ。次は黒玉だ。うん、ちょっとよし、うわ、避けられなかった。次はなんだ、赤玉だ。避ける、避ける、危ない。残り時間、制限時間があったの？制限時間ってあったんだね。必殺溜まった。いやー、来たー、金のカプセル来た。あれ避けられない、これ避けられないんだよね。食らって、うわー、食らった。あともう少し、よっよっ、あ、うわー、真っ暗だ。よし、たまった、これで決まりでしょう。危ない、今また必殺技出そうとしてたよ、ギアマンドクロー。あー、うん、目的達成。じゃあ出よっか。ギアマンの骨盤を拾った。はい、じゃあ次回はクローに戦っていこう。